もうね、一緒にね、言いたいですよなんじゃそなたはってあの今大好きあの赤いのをそうもうルービーだと思うんですよ引っ張ってそれで、なんじゃって言ってえなんて言ったんでしたっけじじゃゃ。なん誰だそなたは誰誰じゃそなたはかな誰じゃそなたはうるさい俺野郎誰じゃそなたは誰じゃそなたはどこのドイツじゃ なんんか、突っ込ででても丁寧いいわねそなたよそたねだってあのワンピースの中でねお笑いパートって2人しかいないんですよだからそっかで満点にそうでしたよお笑いパートでしたよでしたはいでどっかにね漫才かなんかのシーン入れてほしかったなもいうもうこうなったらみたいなそういった意味で楽しいまあアフレコやってる時ね全身全霊ね え使って演技する方ですので、すごいです。熱量が。熱量が、ね、それはもう千葉さんにはかないません。いや、もう僕はややけくそですから。まあ協働というので、はい、ルフィには多分韓国はあの協力するだろうなっていうのは分かったんですけど、台本読む前までは他の人と組むかなってちょっと不思議だったんですよね。<laughs> やっぱり組んではいなかったですよね。<laughs> まあルフィに協ね <laughs>、とにかくルフィに協力する。協働といっても俺。<laughs> ねえ蹴られただけですからね、ずっと逃げてましたしね、一生懸命ね、うん、いや、ストーリーに絡んでないんですよ、私 <laughs> もう、私、仕事のために走り回って、<ー>叫んでやってるだけですから。出てきたすぐの頃にあのー、バギー玉をね、はっしゃっ、はっしゃって言って、すごい、もう、バギーが大口開けてる絵なんですよ、はっしゃって言って、もう本当に大口なんですよ。その時に、発射って 言える人なんですよ、えー、それでそれを OK にせざるを得ないこのなんだろうそのままだから「はしゃ」っていうのが <laughs> オンエアになってるんですよでも口はどう見たって「はしゃ」ってこう叫んでる顔なんですけどこのそれができる勇気と「勇気ですよこれ!」。<laughs> ブランド千葉茂ブランド、そうですね。本当にこれはすごい、うん、<laughs> もっと褒めてなん<ー> <laughs> でもないところで竹馬に乗ってバギーがね、竹馬に乗ってこう行き通り過ぎて、セリフなんか書いてないですなんでもないんですなんでもないんですけど日本の皆さん、これが竹馬だよっ <laughs> て <laughs> なんだろう、何でもないんですけど、もんのすごくおかしかったですね。おかしい。あとなんだっけ、バギーが体バラバラになるじゃないですか。それでバラバラになりながら、も走ってる時に、右足が移った時に、右足ーっって。<laughs> で、かっとかわで、左足が一生懸命走ってるところで、<laughs> 左足。とか言って、オッケーでしたよね。<laughs> ね、本当に、あの、自分で飽きちゃうんですよ。<え>ラステス本番って、こう、テストラステス本番ってあったら、本当にね。 もうテストで爆笑してまた、あのー、ラステスであのそれを言ってほしいんですけどもう言わないんですね飽きちゃうんです自分,自分が飽きちゃうんです、ね、自分が飽きちゃう、ね、でまたどん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 こう変わっていくんですけどねで本番で外すんですよねいや <laughs> っていうかねあの本番ってさあの笑い声出せないじゃないですかいみんなねあのゆ揺れてるんですけど本人としてはやっぱり 本番ばん受けなかったんですよ。受けるわけないじゃないですか。<laughs> だって音出せないんだから。本人はね、多分多分そういう感じなんですよ。すボールペンぐらい音落としてくれたね。いやいや<前>いや、だって <laughs> 音出せない。みんなね、いや揺れてるんですよ。<laughs> こういう感じですよ。 だって、声出せないから。あ、なんか銭、ね、湯の脱衣場のね、あのこうマッサージ機に座ったこう。<laughs> 例えが、例えが、ね、え、ね、<laughs> 一覧みたいなね。わかりますか。<laughs> 千葉さんのシーンは、あの自分が出てなくても、後ろの方に座って、見させていただいて、こうやって揺れてました。<laughs> ね。 私がデビュー当時の頃のことなんですけどこけるときに「すもも」っておっしゃったら背景が「すもも」になってるんですよ。<え> <laughs> すごいでしょまあそれだけ映画できてないっていうことなんですけど、ね、ありましたね私それデビュー当時だからそのこけるときになぜ「すもも」というのかが意味が分からなくて安 <laughs> い次言っちゃったんね。<laughs> ね たら先輩がねお前,お,前お前なんてこと言ってんだって結構怒られたんですけどお祝い見たら本当のスモモが三個飛んでました <laughs> もう絵がそうなっちゃうしもう1個分からなかったのが、うん、中野看護学校って言ってポケたんですけど <laughs> 中野看護学校にはどういう意味があるのかわかんなくて聞いたら <laughs> 意味なんかないって <laughs> そそゃううでですすよよねね、ねつい口ちんかなんか見えたものを言ったりしてるらしいんですよ。ね<え>それがデビュー当時だったんで、うん、そういうものなのかなってあ声優さんってそういうふうにやるのかなって <laughs> 私<う>勘違いしちゃいました <laughs> 先輩。<laughs>